シュコドラは、アルバニア北西部シュコドラ県の都市である。シュコダル湖に面し、シュコドラ県の県とで、アルバニアの町の中でも最も古い歴史のある町の一つで、アルバニア北部の文化や、経済の中心地である。シュコドラの人口は95,907人で、周辺地域を含めた、シュコドラ州の人口は217,375人で、ある。 エルバザンに次ぐアルバニア第4の都市で、首都ティラナから1 1 6トルのところにある。シュコドラには、ゲンティウスが支配していたヘレニズム化されたシュコドラで、鋳造されたコインの名前に、スコンドリノンシグマオミクロンデルタオームの伝説がある。20世紀初期、シュコドラは、英語ではイタリア語名のスクタリが参照されていた。ギリシャ語では、スコータリオンやスコドラ、トルコ語では、 石コドラ、セルビア語やモンテネグロ語では、シカダル島である。民間語源では、シコドリンシコドリンから来ているものとされ、アルバニア語では、ドリンは、どこへ行くかを意味する。ドリンは実在のドリン川のことで、ロザファ城を過ぎたあたりでブナ川と合流する。他の説では、シココデルシュココーダーで、アルバニア語では、岡へ行くを意味し、 町のシンボルとなっており町への入り口でもあるロザファ、城の丘のことを表している。シュコドラの町は古代スコドラの名で知られ、イリュリア人部族であるアウタリティアの最初の王国の都で、3世紀中頃まで続いた。町は、古代に、イリュリア人部族ラベアテスの時期言及され、同様に、ゲンティウス王国の都として記された。その後、町は、ローマ帝国の支配を受け、 重要な交易や軍事労となった。ローマは町を植民化した。シュコドラは、属州イリュリクムの後、ダルマチア属州となり395年に、プレバニアタ内のダキアディオチェーゼの一部となった。ロザファ城のイリュリア人要塞中世、スラブ人の波が押し寄せた。帝国の統治についてでは、ビザンティン皇帝ヘラクレオスは、セルビア人に、シュコドラと、 周辺領域を6世紀前半授けている。セルビア人たちはその後すぐに、ビザンティンに保護された、ドゥクリア公国を成立させた。シコドラは、中世のモンテネグロの国の大都市であった。ドゥクリアは、北方周辺を支配域とし、ラスツヤは、中世のセルビアを範囲とした。10世紀前半、これらの支配者は、ブルガリアの皇帝を最高の支配者と見ていた。 クロニミル家のチャスラブ大公は、ビザンティンやブルガリアの支配下にあった領地を手に入れた。シュコドラはヨバン、バ番ウラディミル統治時代に、すぐにドゥクリアの都となった。10世紀後半、アルバニア人部族の反乱から、町は、防御されている。町は後に、ブルガリアの君主サムイルに簡単に放棄しなければ、ならなかった。ビザンティンは後にこの地域を帝国が直接、 統治するようにし、テマ製のセルビアテマが置かれコンスタンティヌ・ディオジェネスにより、統治された。トラビューニアから逃れてきた、ステファン・ボイスラブとビザンティンは戦ったが、11世紀前半は、独立が保たれた。後にドゥクリャの町として復活し、ドゥクリャ王コンスタンティヌ・ボディンは、シュコドラで1101年の十字軍を受け入れた。後に、多くの王朝が派遣を争い、十二世紀シュコドラは、 中世セルビアの一部であるゼタ広国の領域となる。その後、周辺部はベネツィア共和国の支配となり、オスマン帝国と多くのアルバニア人部族に対する抵抗から一体化された。建設中のシュコドラ大聖堂1867年、ベネツィア支配の後、1474年オスマン帝国の攻撃を受け1478年には、 町は再び全体がオスマンの軍勢に包囲された。メフメト二世は個人的にシュコドラの町を包囲に置いた。十門の大砲が据えられ、三百八十キログラムの砲弾が要塞に砲撃されたが、町は抵抗を続けた。メフメトは町を去ったが、彼の指揮官たちは町の包囲を続けた。オスマンは冬に一つの城を攻略し、 その後近隣の城を攻略した。基金と度重なる砲撃により守備を弱めていき、頑強な抵抗者たちすでに失望していた。自然の防御である丘の上にある城への猛攻の、試みは、かなりの死傷者がもたらされた。戦闘の停止は両者にとり多くの生命を救い、名誉を守る、選択肢となった。1月25日にベネツィアとオスマン帝国両者の、 合意により包囲は集結し、市民は無傷で立ち去ることが容認され、オスマンは破壊された街を占領した。1773年に建築されたリードモスクオスマン支配後、多くの人口が流出した。17世紀になると、スクタリ山尺の中心として繁栄し始め、アルバニア北部の経済的な中心となり、手工業者は織物や絹、武器、 銀座区などを作っていた。二階建ての石造りの住居を含め、バザールやクリク川に架かる中央の橋などが作られた。18世紀、シュコドラはパシャルクの中心となりブシャティケの支配下になり1757から1831年まで、その支配下であった。シュコドラは19世紀後半には重要な交易の中心となり、シュコドラ州の中心でもあった。 バルカン半島全体の商業の中心でもあり、3500を超える商店があり比較、タバコ、銃器等当時の主要な商品がシュコドラでは流通していた。取引仲裁、郵便局など商業に特化した運営管理が設立された。1718年以来、外国の領事館がシュコドラには開設された。おぼーとやうるつには、シュコドラの証拠となり、後に、 シュングジーがそうであった。イエズス会神学校やフランシスコ会のコミュニティが19世紀に開かれている。シュコドラはアルバニア人解放運動のプリズレン連盟においては重要な役割を担っており、シュコドラの人々はアルバニアの領土を守るため戦いに参加していた。19世紀、シュコドラは文化的な中心としても知られていた。 ブシャティ図書館は1840年代に建築され、プリズレン連盟のシュコドラ支部の中心となった。多くの本がシュコドラのカトリック宣教師の図書館に集められている。この時期、多くのスポーツや文学の団体も設立された。また、最初のアルバニア語の新聞や書籍がシュコドラで出版されている。1867年、シュコドラ三尺は、 スコピエ三弱と併合されスくたり州となった。バルカン戦争時、オスマン帝国下のシュコドラは、モンテネグロ王国に占領され、オスマンは、敗れている。ハサンパシャとエッサドパシャ率いるオスマン勢は、シュコドラ周辺で7ヶ月間、モンテネグロ勢とセルビアの砲撃に抵抗した。ハサンとエサドは、待ち伏せで殺され、ハサンは殺された状況がよくわかっていない。 多数の死傷者が出た後、1913年4月に、モンテネグロに降伏した。エムエディット・ダーラムが、当時のジャコバ周辺に逃れた難民の様子を、記している。1913年5月に、ロンドン条約により、新しく、アルバニア公国が発足した。これ、ドロメの通り新たにかけられた、旋回橋、第一次世界大戦時に再び、 モンテネグロ勢力によりシュコドラは1915年6月27日に占領された。1916年1月にシュコドラはオーストリア・ハンガリー帝国の一部とされた。1920年3月にシュコドラはティラナの政府の領域下に入った。1920年代後半になるとユーゴスラビア王国の軍事的な脅威にさらされていた。 1921から1924年にかけては、シュコドラは民主化運動の中心となり、民主主義は、憲法議会においては、反対票が多数を占め民主化勢力は町を占拠し、ティラナへ向かった。1924年から1939年に、かけてゆっくりとシュコドラでは工業化が進み、小規模な食品や、織物、セメント工場が開かれている。 1924年には43件であったが、1938年には70件となった。1924年当時、シコドラには2万人が居住し、1938年には2万9000人であった。シコドラには、カトリック教会のシコドラ大司教があり、多くの宗教学校がある。最初の学校は1913年に開校し、 1922年に国立のギムナジウムが開かれている。1990年代初期、シュコドラは再び民主化運動の中心となりエンベルホッジャが成立させたアルバニア社会主義人民共和国は終焉を迎えた。2000年代、町は再生が進められ町の主要な通りは舗装がし直され建物も塗り替えが行われ通りの名称は解明された。 2010年12月にはここ100年来では最悪の洪水被害を経験している。2011年部長には近くの古い橋の代わりに新しい旋海橋が架けられた。シュコドラの気候は地中海性気候であるが、7月でも十分な湿気があるので、ほとんど温暖湿潤気候に近い。年平均気温は、 摂氏14.5度から摂氏16.8度で変化する。1月の気温は摂氏1.7度から摂氏9度、7月は摂氏20度から摂氏32度で変化する。年間平均降水量は2000ミリメートルと、ヨーロッパの中では一番湿気がある都市の一つで、唯一非する都市は、ノルウェー西岸の都市ベルゲンだけである。シコドラは、教育や、 産業の重要な中心地でもあり、町では様々な機械製品やセニ、食品などを生産している。類似グラクチ大学はアルバニアでも著名な学問の中心の一つである。シュコドラの公共図書館には25万冊以上の蔵書がある。その他にも文化センターやマルビフォトアーカイブス。 芸術家作家協会、アルバニアの詩人ミラッシュ・ジェジ・ニコラにちなんだミジェニ劇場、美術館、歴史博物館など様々な教会や施設がある。シュコドラは、アルバニアでは最も結出したカトリック教会の都市で、アルバニアカトリックの中心である。歴史的な建築物では、ロザファ城や、ハンマーアーム、リードモスクなどがある。ロザファ城が有名になったわ。 第一次バルカン戦争時、オスマンの大将ハサンパシャとエサドパシャによって守られた時である。カーニバルや子供フェスタ、湖の日、シュコドラジャズフェストなど多くの催しも開かれる。イスラムの学問の場としても著名で、アルバニアでは唯一の高水準なアラビア語やイスラム研究の教育を提供する機関がある。都市の周辺には幅広く多様の自然や、 文化の要素がある。市内で最も魅力的な地区はピアッツァと考えられマザー・テレサとルイジ・グラクチの像とジュハドルは都市の中心であることを示し、近隣の美しい通りの一つは街の中心の東側の大聖堂と結ばれている。最もよく知られた記念物はロザファ城でロザファティとしても知られる。城はイリュリア人が統治していた時代に建てられ、 約束を守り続けるための伝説が生まれた。ロザファは三人兄弟の一番下の弟の花嫁で、舞予城を破壊しにやってくる悪魔を追い払うために、壁の上で生きている。メインエントランスの石に流れる、石灰室の水は、言い伝えでロザファの胸の乳が結びついており、ロザファの望みにより、新しく生まれた子供を左側で、世話できるようになっている。また、 子供のために岩をゆりかごとして使えるようにし腕をあやして寝かしつけられるように望んだ古代の壁の内側は歴史と城の伝説に特化した博物館になっているブナガワカハンのロザファ城町が面しているシュコダルコアバルカン半島では最大の湖である夏には 観光客や地元の人々を引きつける一大行楽地である。他に興味を引く歴史的な跡はシュルドハ島で中世の町がシュコドラから1 5トル北に離れた場所に位置する。島へ行くにはバウイデヨスのダムからモーターボートを使わなければならず、そこから1 6トル離れた場所にある。シュルドハ島は丘があり5ヘクタールを占め現在では、 ドリン川の人造湖に浮かぶ島である。かつて有力なドゥガジニトケの夏の避暑地であった。シュコドラの5キロメートル東に中世のディリシュと要塞がある。多くの訪問者はシュコドラにアルバニア魂を感じている。街をとても特徴づけるものに、古くからある並列した住居と狭い通り、石壁の組み合わせと現代的な建物などである。第二次世界大戦後。 いくつかのシュコドラでは、自動車のために広い通りに改修され、新しい住宅が建設されている。AB、Population and Housing Census in Albania.Institute of Statistics of Albania.2012 年1月11日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2019年1月3日閲覧。イ浦ラ一郎、西方に開かれた歴史ある都市、柴信弘編著。 バルカンを知るための65章明石書店2005年118ページ、ザ・アリリアンズ・バイジョン・ウィルクス、ISBN0 から631198075、1992、ページ 177&179 ポリュビオース、ハットティトゥスリー・ウィウス・ハット、エンサイクロペディア・ブリタニカ2002ページ680、ザ・アリリアンズ・バイジョン・ウィルクス、 ISBN 0 6 3 1ゼ9 8 0 7 5 1 9 9 2ページ172ジェンシャス・アマングザラビエイツ・アラウンド・スカドラザ・リリアンズ・バイ・ジョン・ウィルクスページ213ザ・リスト・オブ・ロマン・セトルメンツ・インクルーズ・サム・オブ・ザ・スカドラトゥエンティ・ヤーズ・オブ・バルカン・タングルエム・エディット・ダー・ラム・ハット・ナトージョインズ アルバニアレスキューエフォートアフターバルカンフラズハット http コロンスラッシュスラッシュ www.shkoder.climateemp.info スラッシュありがとうございます。